皆さんこんにちは、ムチョと申します。イクイノックスの強さがあまりにもやばすぎたっていうことですね。いや、毎回ね、その強さっていうのをね、更新してくるような印象を受けますけれども、いや本当に今回はね、あまりにも常識外れすぎたというか、いや本当にこれは史上最強馬レベルのね話になってきたなというところです。なんといっても分かりやすく時計がね、ちょっと信じられませんよね。1分55秒2と、本当に 2000m の時計かというレベルのね話で、当然ながらレコードタイム、当選冗談の驚異的なレコードをね 0.9 秒も短くしたわけですけれども、しかもその内容もね、そのジャックドールが57秒7というタイムで逃げていたわけで、やっぱりね、G1 とはいえかなり速いペースになったかと思うんですけれども、それでね、大きく離れず3番手っていうことは、本馬もね58秒台とかで走ってるかと思うんですけれども、普通ね、このペースで行って最後また足を伸ばすっていうのはちょっとね、難しいかなとも思うわけですけれども、実際ね、もう他の先行集団にいた馬はもう全てね後ろの着順になっていて、それこそ最後方にいたジャスティンパルス、プログノシスがね 2,3 着に来てるっていうのは、まさに本来はこちらの方が展開が向いていたレースとも言えるわけですけれども、ほんとね、唯一イクイノックスだけはそれぐらい速いペースで行って、後半も57秒とかでまとめて、そしてこういう1分55秒2というね、もう怪物としかね意表がないというか、本当に馬の勝っていうレベルのタイムを叩き出すわけですから、いやちょっとこれはね、周りの馬がかわいそうになる常識外れとしか言いようがない馬だったかなというほかありません。本当もう無敵というか、どうしても任せようがないかなっていうレベルにまでなってきましたよね。それこそ最初の頃はですね、日本馬らしい、こう、すい足勝負の馬のかなって思っていましたし、中山の皐月賞では破れたりっていうする時もありましたけど、だんだんにその自在性っていうのが広がっていって、もうほんと最高峰からでも逃げても、瞬発力勝負になっても、持続力勝負になっても、ちょっと任しようがないというのはですね、いやもうお手上げとしか言いようがないでしょう。それこそその隙のなさで言ったら、あのディープインパクト以上なんじゃないかとも思えるぐらいね、ディープインパクトはこうやはりスタートが出遅れがち、ほぼ 100% 後方からまくっていくか直線行きかみたいな感じで、もちろんその強さは驚異的ではありましたけど、展開的に言って、その仮にハイペースに巻き込まれたらどうなるのかとか、スタートが決まってしまってこう逃げる展開になったらどうなのかっていうのは、分からずじまいというかあったわけですけれども、もちろんそれでもね、ディープインパクトとか同じような強さを見せていた可能性はありますけれども、イクイノックスは実際にそれをね、どんなレースになっても勝てるってことを完全にね、もう証明したような状態になっていて、やはり史上最強馬といっても過言ではないレベルに達してるのかなと思いました。これで明らかに今回が目一の仕上げじゃないっていうのも本当すさまじいところですよね。もう前々からジャパンカップが最大目標っていうのはドバイ勝った後から発表されていたぐらいですし、もちろんこのレベルの馬でね、勝負勝ち的なところもありますし、今回は天覧競馬っていうところもありましたから、そうぬるい仕上げではないっていうのは当然ですけれども、とはいえね、明らかにここだけで結果を出すっていう仕上げではなかったことは十分考えられるわけですね。だから思うに、もう本当関係者さんからしてもね、思ってた以上にとんでもない馬になってるんじゃないかなって思いますよ。まさに吉田かさみさんもね、常識走るっていうことをおっしゃっておりましたけれども、いやさすがにね、今回ここまでの競馬をするとは思ってなかったんじゃないかなと。もちろんちょっと反動がね気になってしまうレベルだったかと思いますけれども、でもやっぱりそこら辺っていうのは、きっとサンブラックサンクっていうことをね、今からルメール騎手おっしゃっていたように、やっぱ相当成長力っていうのも引き継がれてるっていうことなんだと思います。実際この父にしても母にしても母父にしても、そして母父トニーミンにしても、もう全ての馬がコアが全盛期みたいな馬なんですよね。北サンブラックはご存知のように4歳、それこそ5歳になってからが本格的に G1 を取り巻く玉っていうことになりますし、そしてお母さんも初重賞勝ちは5歳のマーメイドステークス。ちなみですけども、その客室的な面はこの両親のいいところどちらも引き継いでるとしかちょっと思えないところがあって、このシャトーブラッシュはそれこそね、もう最高峰からとんでもない末脚を送り出すような馬で、
まさにマーベルドステークスなんかもそうだったんですけど、で北サンブラックはやっぱり逃げ先行型で勝ちまくった馬ですからね、もうまさにその持続力瞬発力を両親のいいところをどちらもね引き継いでるっていうことが言えるかと思います。で同じ意味キングヘイローも福永騎手とのねクラシック参戦もありましたけれども、まあ、G1 勝ち自体は今でいう5歳という年齢なわけですから、まあ、少なくとも早熟っていうね成績とは言い切れないかなと思います。でトニービンも凱旋門賞を勝利したのは5歳児、ハーツやルーラーシップのハーツでもあるようにこの血が入るとやっぱり成長力であったりスタミナに長けた馬が出やすい傾向っていうのもあるかと思います。ですからこの若干晩成になってもおかしくないようなね血統にこの使った数の少なさっていうところのがあったわけですから、まあですからもうこの夏休みっていうのもですねもう相当な成長があったんだと思いますよ。もう本来であればこの後ねジャパンカップだけではなくもうそれこそ父のようにね G17 勝に迫るそれこそそれを超えるぐらいの活躍っていうのも5歳では期待できるんでしょうけれども、まあそこはねもうほんと勝負価値がとんでもないことになっておりますので、まあしょうがないっていうところもあるのかなといったところです。まあただ興味深いことをおっしゃっていたのがシルクの代表さんがですね、そのまずはもちろんジャパンカップに向かってほしいということではあるんですけど、そのまさにその来年以降についてはこの秋のレースでそこでどのくらいの評価がいただけるかで決めたいというふうに記事でおっしゃっておりまして、まあつまりはこのいわゆるオーダーサイド的に言うと、まあ、これまで郷田さんやね徳武さんがおっしゃってたように、まあ、来年からの車体スタレントのスタッドインっていうのは、まあ、まだこう発言されては今いないっていうことになるんですよね。というかむしろこの言葉だとね普通に来年も走っちゃうんじゃないのっていうぐらいの勢いでありまして、まあ、ちょっと驚いた方も多かったんではないのかなと。まあただ私的にはね、まあ多分さすがにあそこまでこう牧場関係者さんや海外メディアにまで行ってるってことを考えると、まあ、ある程度ね勝負スタッドインというのはもう決まってることだと思うんですけれども、まあ、やっぱシンプルにやっぱその会員さんやねもちろんそのクラブ側にとっての、まあ、利益がよりこう大きくなるようなさらなる、まあ、大きな金額っていうのを、まあ、頼みますねっていうことかなっていうふうに、まあ、認識しております。まあただでもやっぱりそういう風にしざるを得ない状況になってきましたよね。もうちょっともう史上最強レベルになってきましたし、ちょっとこれまでと同じようなね商売としての売却価格になってしまうというのはちょっと納得できない部分もあるレベルになってきましたんでね、もうそれこそ私別の動画で、まあ、コントレイルで1200万、そしてディープインパクトで1200万円でしたから、ちょっとこれ以上にするのはね今どの馬であっても難しいのかなっていう風に発言してしまったんですけど、いやただもうこの天皇賞秋の勝ち方を見てたらね、まあ、これはちょっとディープコントレイルを超えるね現役時代のインパクトはあったと言っても過言ではないかなといった状況になってきまして、いや1500万円とかもねちょっと十分あり得る感じになってきたのかなと。いやワンチャンスねジャパンカップでさらに強い勝ち方するならば、いや北サンブラックとともに2000万円とかもね不思議じゃないのかなっていう風に私は受けたんですけれども、どう思われるでしょうか。実際ねもうこの強さって結構アメリカのフライトライン級みたいな感じに見えてもおかしくないと思うんですよね、まあ、世界の競馬ファンから見てもそういう意味で言うと、やっぱり本場が20万ドルスタートだったっていうことを考えると、まあ日本で言ったらやっぱもう2000万円スタートぐらいの評価っていう風に換算してもいいのかなって思いますし、まあそれこそ他のね三冠馬っていうのもアメリカだったら20万ドルスタートっていうのがまあ基準になっていたりはするわけですね、まあ、だからそういう意味で言うと、もう日本で言ってもねディープの時代とはタイムズキロで言っても上がってきているわけですし、まあイクイノックスのね2000万円スタートっていうのも、まあ割ともう違和感のない時代になってきてるんじゃないかっていうね、まあそういう見方を私はしているわけでございます。もう実際ね皐月賞とダービーの2着っていうのもなかなか完全なる負けとも捉えづらいところは実際ありますんでね、18番枠連続っていうのはなかなかハードな条件っていうところはありますし、特にやっぱり中山競馬場はこのジオグリフとの比較、まあ成長型っていうのもありますけど、やっぱりなかなか
こう馬の絶対的な能力の評価っていうのは、まあ、難しくしてる面っていうのは、まあ、あるかとは思いますよね。まあ、ダービーに関してはもちろんドーデュースもね世界レベルの馬だと思いますんで、まあ、この当時はドーデュースに分かったっていうふうに捉えられると思って思いますし、まあ、今回の結果もねまだまだドーデュースさんも半年以上の休み明けで変わってくると思っておりますけれども、ただまあイクイノックスが有利なレースだったかっていうとやっぱりそうは言い切れないところがあるかなと。まあ、ですから決してねその能力的に疑問がつくあの2回の負けっていうのはまあなかったとは思いますし、まあもうねサイズキロで言ったら去年度歴代最高っていうのもねついちゃっていいのかなって思うわけなんですけれども、皆さんはどう思いますでしょうか。まああとは個人的にその乗馬っていう意味で言うとね、プログノーシスなんかがもし仮にこの相手的にちょっと強すぎて G1 に届くことなく勝敗入りみたいなケースがあるんだとしたら、ちょっともうね今からシルステグレタロンのパターンの一途として成功する可能性は出てきたかなといったところですね。ちょっとこの時代が悪かったとしか言えない負けっていうのは勝敗としてはある意味お買い得なパターンになる可能性があるかなと思ったりね、まあ、もちろん、ね、関係者さんにとっては現役としても G1 を取って勝敗としても成功してほしいところであると思うんですけど、コスパ的に言うとこのまま未完の待機での勝敗入りっていうのも非常に魅力的に映る一等かなと思います。まあ、ジャスティン・パレスももちろんね、あのパレス・マリスお兄ちゃんもクラシック馬という血統でね、他日本の兄弟も重賞級ですし、まあ、非常にね先は明るい馬かなと。決して長距離だけじゃないことをね改めて証明しましたんでね、ジャパンカップでも楽しみな一頭なんじゃないかなと思います。まあただやっぱりね今回の勝ち方からするとジャスティン・パレスやリバティ・アーランダという強力なライバルが、そしてタイトルホルダーという馬も出てくるとしても、ちょっと相当ハイペースで飛ばしてもイクイノックスが強いっていうことが証明されてしまった今回としてはね、まあやっぱあのクラスの馬であっても本当展開的にベストなレースが作れたとしても、いや結構こう厳しい相手にはなるのかなという印象も受けましたね。まあ本当それこそもうこの馬を任すんだとしたら、もうヨーロッパ馬場で走らせるぐらいしかちょっと考えられないですね。凱旋門賞やキングジョージといったね、もうやっぱり別物とも言えるようなレースで走ってて規制が合わないぐらいのちょっと可能性しか考えられないのかなといったところで、まあもうそこでもう同じような強さを見せるんだとしたら、もう世界的歴史史上最強馬と言っても過言ではないかと思いますけどね。ということで、まあ、一応前情報としてはラストランとなるジャパンカップもですね、また恐ろしいパフォーマンスっていうのをね楽しみにしたいなと思います。まずは無事に疲れを癒してほしいなと思います。少しでも参考になったら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。